宝徳。宝徳、宝徳、青年不二百十九年八月は、中国語圏末期の武将。字は霊明。領州南安郡、同県、現在の官宿省天水市竹山県四門町の、人。いとこは、宝獣。こは、宝海。宝徳とも表記される。三国志義士、に李蔵文で表手に宝円伝いに、捨てがある。 漢中軍閥の馬頭、馬長不死の配下で、曹操に敗れた馬長が、漢中の長路に身を寄せた時もこれに従ったが、そこで馬長と田元は勝ち、曹操に仕えた。曹操配下として活動した期間は短かったが、その中烈な最後を称えられ、秘書に名を残すこととなった。若くして、軍備や、州の十字となった、初平年間、馬頭に従って、族や、 帝族の反乱を撃破した。幾度か功績を上げて昇進し、高位に上った。202年、曹操が、円丹、円章を霊養に打った際、円丹らは南郷土前部の国里屋泉に、曹操を裏切らせ、各縁と高みに、数万の軍勢で侵攻させた。この時、馬頭も、曹操を裏切って、円丹らに内通しようとしたが、昇洋、長期、 風強らの説得を受け立ち戻った。馬頭は馬長と宝徳に兵一万人余りを預け、商用の援軍として派遣し、孔強と角栄を平洋で防がせた。乱戦の中で馬長が負傷したが、宝徳は先方となって敵軍を大破し、角栄を自らの手で打ち取った。寄陣した宝徳が弓袋から角栄の支給を取り出すと、 各園のおじであった商用が号泣したので、宝徳は謝罪した。商用は、各園は我が老いとはいえ国族です。気候が謝る必要はありませんと答えたという偽略。この功績により、中老省に昇進し、都弟校に封ぜられた。205年、再び高幹が反乱し、黒山族の長次郎機、長明が功能で功をすると、 曹操の援軍を引き受けた馬頭に従って、領を、で長子のを討伐した。宝徳は戦うごとに陣を落とし入れて、敵を退け、その武勇は、馬頭軍随一とされた。二百八年、馬頭が入朝して栄意に任命されると、宝徳は止まって、馬長に仕えた。二百十一年、馬長が、遺難で、曹操に敗れると、馬長に従って、関陽へ逃げ込み、 企業に入った。後に、再び反乱を起こして敗れた馬長に従い、冠中へ落ち延び、長路に従った。馬長はさらに出奔し、劉備に仕えたが、宝徳はそのまま、長路の下に止まった。二百十五年、曹操が冠中軍を平定した時、長路と共に、曹操に降伏し、その家臣となった。曹操は、宝徳の勇猛さを知っていたため、 実技将軍に任命して、関門抵抗に封じ、諸領数を300個とした。慶州のて城で、法音や英会らが反乱を起こすと、総人と共に鎮圧し、法恩と英会を処刑した。続いて、繁盛に駐留し、劉備軍の関羽に備えた。法徳には、いとこと旧君の馬上が劉備の元に行ったことから、繁盛の諸将たちは彼を疑った。法徳は、 常々、私は国の御恩を受け、命をかけることで義を行うものである。この手で、関羽を打ちたい。今年関羽を殺さなければ、関羽が必ず私を殺すであろうと語っていた。後に関羽と戦って、矢をその額に命中させた。当時、宝徳が白馬に乗るのを常としていたため、関羽の軍勢は宝徳を、白馬将軍と呼んで恐れた。ある日、宗人の命令で、 半城の北十里に駐屯していたが、長雨の影響で、関水が氾濫し平地が水没してしまい、関羽の船によって攻撃を仕掛けられることとなった。孤立無援の中、宝徳は弓を取って優先し、廃下の刀工、刀長らが関羽に不老したのを発見したため、全員を殺害した。また水没していない丘に登り、弓矢による反撃を続けた。夜明けから日没にかけて、 韓の攻撃も熾烈を極めたが、法徳は、ただ師匠の聖何に対し、決死の覚悟を再び述べたという。結局、水が増してくると兵が上がって降伏してしまったが、法徳は、濁流の中で配下の将一人と部隊長二人と、共に、韓羽軍に対して、荒烈な抵抗を続けながら、小舟に乗り、決して諦めずに、総人のとに帰還しようとした。しかし、水の勢いで、 宝徳の小舟が転覆してしまったところを、ついに捕獲された。関羽は、いとこが劉備に仕えていたことから降伏を進めた。しかし宝徳は、我は国家の亡霊となったとしても、俗称などにはならぬと述べ、曹操への忠義を貫いて、関羽によって首を打たれた。曹操は、宝徳の最後の言葉を聞いて、涙を流して悲しんだという。またこの時に、 縮小のウキンが関羽に降伏してしまったことと、宝徳の死にざまを退避し、わしがウキンを知ってから三十年になる。危機を前にし困難にあって、忠義を貫いた新山の宝徳に及ばなかったとは、思いもよらなかったとも語ったという、宇巾伝。宝徳は、その忠義を高く評価され、後に、総儀が、大位についた時、母山の使者から、葬公と、送りなされた。 この法会ら四名も、爵位を賜ることとなった。慶書四年二百四十三年秋七月、双方、西王は、朝直を下し、曹操の病庭に、後進二十人を祀った。法徳は曹操に仕えた期間が短かったにも、かかわらず、この中に含まれている、西王記。陳氏は、法徳の命がけの振る舞いを、皇后に殺害された。 周囲拉ちになずらえて表している。小説、三国支援儀においては馬頭が暴殺された後、曹操への報復の兵を挙げた馬長軍の武将の一人として登場し、馬隊と共に馬長に忠実に突き従い、しばしば参謀役としても進言している。長路に身を寄せた馬長が劉備との戦いのために、駅州に出陣した時は、病気により同行できなかったため、馬長が劉備に降った後も、 長路の元に泊まることにな。曹操が冠中兵定を目論み攻め込んできた際は、長路の軍勢として出陣し、過去縁、巨蝶と一新一体の攻防を繰り広げている。それを見た曹操が殺すのは、惜しいとして長路の部下、洋松を買収し、長路と仲たがいさせたため、宝徳はやむなく曹操の元へ振っている。その後、孫賢との戦いで従軍し、 武将の陳武氏を激しい一騎打ちの末に打ち取る、武功を挙げている。関政党戦では、法徳は、自らが裏切るかもしれないという疑念を晴らすため、戦に赴く前に、自らの棺を用意し、命に変えてでも関を打つという意思を示している。曹操はそれを聞いて喜び、絶賛している。新参ということで将軍が、うきん、 副将が宝徳となるものの、両者の折り合いは厳悪で、一種の疎通を欠いてしまう。はじめ宝徳が、カウの左腕に矢を命中させるなど、戦局を優位に進めていたが、ウキンはこう焦ったのか、撤退命令を出している。このためカウにこの隙をつかれ、水攻めを食らって大敗し、ウキン、宝徳どもに生け取られることになる。この時、宝徳を水の中で捕らえたのは、 終想ということにされている。その後は、史実同様、法徳は、忠義を貫き通し関羽の手によって処刑されている。乳金は、命乞いして降伏し、後に、呉により、本国に送り返されることとなる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。